18世紀イギリスの織物職人がフランスに渡った時一緒に連れて行ったミニチュアブルドッグが元となりパグやテリアとの交配で誕生した。日本には大正時代に紹介され昭和初期には数多く飼育された。その後日本での人気は衰えたが2000年代に入ってから人気が復活している。フレンチブルドッグがしりとした体つきの極めて花が短い小型犬である。 特徴的なのは、コウモリが羽を広げたような耳で、バッドヤと呼ばれる。尾は、通常短く、ほとんど振ることはできない。講述するパイドの個体は、時にボストンテリアと混同される場合があり、現在では、血糖症を発行するにあたり、フレンチブルドックか、ボストンテリアかを DNA 鑑定することがあるらしい。利口で愛情深い性格である。ヘルニア、聴覚障害。 白内障にかかりやすい。体高28から33センチメートル、平均体重11キログラム。フレンチブルドッグの個性的な姿形は、自然に出来上がったものではなく、人が人為的な後輩によって作り上げたものである。先祖のルーツは、1850年代のトイ・ブルドッグ・オブ・ブルテンに起因する。ペットとしての人気のに伴い、2000年に入り、 繁殖等数が急増してきている。繁殖数の急増とともにフレンチブルドッグの健康被害が近年顕著化しつつある。2013年にイギリスで10位にかかったフレンチブルドッグたちがどのような疾患を持っていたの統計では72.6%もの犬たちに少なくとも一つ以上の治療が必要な病気が認めた。他の犬種では その割合は27.6%であるので、やはり優位に病気になりやすかった。また、何らかの生涯にわたっての治療が必要な病気を患う平均年齢が、フレンチブルドッグの場合1.3歳、他の犬種は4.5歳で優位な差だと報告している。最も理感率が高かったのが、皮膚の病気である。これは、不自然な肌のたるみに起因するのではないかと言われている。 また、12.7%のフレンチブルドッグが重篤な呼吸障害を発症していた。小さな鼻と短い頭によって軌道に弊害が出やすいのである。他にも、眼病、下痢症、時間戦症などにかかりやすいことが分かった。横顔ブルドッグの遺伝子を初めて完全に解析した研究の結果では、ブルドッグの遺伝的多様性が極めて低いことが明らかになった。 遺伝的多様性が低い理由の一つは、現代のブルドッグがわずか68匹の集団から始まっているとみられることだ。こうした小さな遺伝子プールからスタートして、潰れた顔、ズングリした体、ラブついた皮膚になる、要選択的に交配が重ねられたブルドッグは、さらに多様性を失ってしまった。遺伝的多様性の低下により、さらに交配を重ねると、 疾患が急増するかもしれないと報告されている。ありがとうございます。